さあ準備が整ったようです。それでは2人に入場してもらいましょう。始めっから飛ばしていくつもりだろ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果。では天界鬼武道会準決勝第一試合始めてください。俺はこの時をずっと待っていたんだ。前の天界鬼武道会は確かに俺が勝利した。だがあれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力ではっきりとお前より上に行ってやる。運も実力のうちだろ。まあ、俺と戦うわ。オラも楽しみにしてたんだ。とにかく強くなったら気になるもんな。その通り、遠慮なしでやらせてもらう。新半選手と孫悟空選手は3年前の天界鬼武道会で決勝戦を戦った猛者でありますよ。果たして今回はどちらが勝利するのか。はっきり言って結末が全く予想できません。どどっか孫選手、攻撃に備えアームの姿勢です。なるほど、あの頃より技のキレが数段上がっている。修行感だもんね。でも修行したのはお前だけではない。俺とて厳しい修行を続けてきた。この勝負大事に。孫選手、すさまじい気迫。天津飯選手と孫悟空が戦う。常にお前を捕らえて。私は先祖。これは本当の試合です。まさに見てもする暇もありません。いやな、さすがだ。これだけ動き回ってもまだ息が上がっていない。もう寝たって。やはりこの試合はあっさりと決まることはないよ。それでいい。お前との勝負はそうでなくては面白くない。ま、間違いありません。よし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 よ。しまった。よっ、孫選手の攻撃が天津飯選手に入りました。天津飯選手、大きな構えです。これは攻めづらい。今だ。何が起こっているのか。すごい攻撃です。天津飯選手、一般的にやられております。これならどうだ。孫選手、防御しました。これならどうだ。天津飯選手は、これならどうだ。どう動くつもりでしょうか。やっ、これでいいんですか。天津飯選手、やっとりました。やっ、いいです。お前はいつも俺の想像より上にいる。それでこそ、お前と。これを俺の本気だと思わないか。ああ、分かってるわ。お前にまだ隠してるなんてことだろ。ふぅ、体が温まってきたぞ。孫兵、お前は全くすごいやつだ。あの3年前の時点でその強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。おお、天津飯、ちょっとたまな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからな。ああ、ちょっとここで息をつくようです。
孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。なあ、孫、このシャツちょっと見せてもらっていいか。ん？あ、ああ。な、何？孫、お前、今までこんなのを着て戦っていたのか。あ、神様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん、亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。なにのんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。ああ、悪いな、クリリン。気つけろよ、おめえからな。なんだよ、こりゃ。お前、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ？片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。いっしゅっと。全部で100キロ以上はある。なんと驚きました。孫選手、これまでは重い服を着て戦っていたようです。それであの動きをしていたわけですから。いやはや、言葉が出ません。はは、軽くなった。お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう、お前がその気なら俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、十二の目から逃れられるかな？十二の目？指針の剣。なんと天津飯選手が4人になったように見えます。どうなってんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすげえよ。目の天下一武道会からずっと強くなってる。ほら、ワクワクが止まんねえぞ。悪いな、そう。今回も俺が勝たせてもらうぞ。ヘヘ、そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけどさ、勝つんはオラだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。ああ。この指針の剣を破れる者はいない。そうです、スピードで。本部が4人で来るなら、ほら、スピードで勝負。いいだ、ますます面白くなってきたぞ。4人の天使の指針相手は、スピードで対抗。目も止まらぬ動きで、天使の指針相手を翻弄していきますが、よく何度も相手は4人。だが今を耐えくって、
じわじわと追い詰められていくだけだ。悪の女子の戦いを始めております。それが前回決勝戦で戦った2人なのです。どちらかは死ぬ。これはまだまだ動くです。どういうことだ。いつまでも無理にかいでしょ。これは勝負であります。これはありません。どちらに勝利の目が出るか。俺は勝負だ。この目から逃れる術はない。孫選手、数的不利をものともせず互角、いやそれ以上に天津飯選手と戦っております。うわ、やっぱおめえとの試合は面白いや。でもそろそろ勝負決めねえとな。天津飯、次で勝たせてもらうぞ。勝たせてもらう、バカなこと。へへ、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったのは失敗だったな。しまった。なんと。へへん、勝った。おめえらしくねえ失敗だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、一人の力4人に分けたから攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。どうも。場外です。天津飯選手、まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな、悟空さん。すごかっただよ。おらぶったまげちまった。とんでもない武道家になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。